ラジオネーム、トゥーパンプさんからですね。パンプさん、あーさん、じーさん、のんさん、おはからです。おはから、おはから。海外駐在員として初めて赴任したのがイギリスの田舎町でした、うん、日本人が珍しいような本当の田舎。金曜日の夜、地元のパブで一人でビールを飲んでいました。もちろん日本人は私だけ。地元の人気店のパブの中はほぼ満員、うん、ふと窓の外を見てみると、車椅子の男性がパブの前の段差で中に入れないようでした。あ、私が一人でパブを出ると、お店の中から何人かの男性が出てきて、彼らと一緒にその車椅子ごと男性を持ち上げてパブの中に招き入れたんです。うん、ドアを開けると満員のお客さんが全員こちらを見てスタンティングオベーションで私を迎え入れてくれました。イギリスでは良い行いをした人をみんなで褒めたたえる習慣があることをこの時に知ったんです。これが文化の違いなんだなと実感した金曜日の夜でした。はあ、金曜日の夜までしっかり覚えてる。あ、なんか ね、 そのね、みんながねそういう感覚なんだよね。なんかいい話だよ ね、 ね、イギリスではいいことしたらみんなでスタンディングオベーションでこうするって、ね、そういうのね、すごいね。なんか自然にそういうのできるのがいいね。うん、そうだね、だから文化のね、間違いなんでしょうけど ね、 ね、 さんね、後ろにいるんだけどさなかなか日本でスタンディングオベーションなんてさ、ね、舞台とかさ、ね、音楽とかそういう時にね。あんたはいい人なのね。すごいね、素晴らしいね。聞いてねえやテツランタさん、テツランタさん、小さな親切、大きなお世話とならないようにしたいものです、うん、どうしたものか外国人によく道を聞かれます。よくあるのは横浜駅で横須賀のベースに帰らないとならない軍人さんがどの電車に乗るかわからないというものです、うん、横須賀まで行く電車が来るようならこれに乗れば着くよ、40分くらいと言って乗せますが、途中の逗子というところで乗り換えの場合もあるんです。時間があれば逗子まで一緒に乗って行ってこっちの電車に乗ればいいからと案内することもあるんですよ。そうかと思うといかにも困っていそうだった金髪に青い目の女の子に、大丈夫ですか、お手伝いできますかと声をかけたところ、ありがとう、でも全部自分でやりたいのと断られてしまったこともあるんです。これには正直言って気分悪くしたので、あれ以来そのようなね時見かけてもね、こちらから声をかけないようになってしまいました、うん、といただいています。まあ微妙なところだよねこれはね。余計なお世話だったのかななんて鉄ランタさんは、なんかこう一人ね外国に来て何でも自分でやりたいっていうね、うん、そういう、うん、思いの人もいるだろうし、うんうんうん、うん、じいちゃんは前橋駅前で外国の人、まあ少年に見えたけど、うん、二十歳そこそこぐらいの子だったんだけど声かけられて、うん、それでものすごいその後の人生が変わったっていう、あ、なんか前話してくれたね、うん、出来事があったよ。そこで出会ってね、うん、すごい仲良くなってその海外に行ったんだっけ、まあ、その子の結婚式呼ばれて、思い切ってねアメリカまで行ったのが最初さ。すごいね、初めての。ああ、じゃあ、うん、その親切なものがそれが後に縁となって、うん、縁となって今は音信不通というかめっちゃ面白いじゃんそれ何なの今全然交流もないけどさすごいいい話が一気になんか転落したような、うん、でもなんかそのトゥーパンプさんのさ話とかテツランタさんの話もそうなんだけど、うん、なんかトゥーパンプさん車椅子なんて話題が出てきてさ、うん、ね、テツランタさんはその自分にとって良いことだと思っても相手にとっては違うみたいな、うん、私まさにこの寸劇をやったことがあって、あ、寸劇で、そう、県の方からそういった車椅子の女の子がこう、まあ、転校してきてさ、うん、でその役はあのさやかちゃんって子がやったんだけど、私はそれを迎え入れる女の子をやったのね、うんうん、ですごくおせっかいなわけよ、もう何でもやってあげたい、困ってるから、困ってそうだからみたいな、そうそう、でもそのさやかちゃん車椅子の子は自分でできるのって決めつけちゃうのやっぱり、うん、そうそう、だから決めつけちゃうのもよくないけど、このおせっかいのあやちゃんもよくないから、うん、この難しい関係、うん、この難しさを
演じたんだけど、うん、難しいよね。そうそうそう、うん、でもこれはやはりどっちもどっちだっていう話だったんだよね。まあ、常に助けがさそばにいるわけじゃないから、やっぱり自分でできる、うん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 、できなきゃっていう意識が強くなるんだろうけどね。やっぱこっちもさ、うん、何でもやってあげるっていうすごくいいことだと思うんだけど、うん、きちんとやっぱり相手が何を求めているのかをちゃんとね分かることも大切だし、うん、逆にこう対応されてる側、うん、今回のテツランタさん海外の方の方もね、そのまずは一回それをありがたく受け取る、うん、全て全部拒むんじゃなくて、うん、そういうところも大切ですよねっていう、お互いがやっぱり思いやり持たないといけないっていう、そこだね。そう話だったから、なんか2つのメールがなんか似てるななんて思いながら聞いてたんですけどね、うん、遠慮なさらずにいや遠慮してるんじゃないんですよっていうそう、あ、めんどくさい話になっちゃうからこの辺でやめとこう。わかった